水星銀河は彫刻室座の方角に約32億光年離れた位置に存在する渦巻銀河である。エーベル2667銀河群に所属し、ハップル宇宙望遠鏡によって2007年3月2日に発見された。この銀河は銀河系よりも少しだけ大きい質量を持つ。この銀河は青く明るい若い恒星の希薄な束を持つ。 独特の構造である。350万キロメートル毎時の速度で A ーベル2667銀河群の中を失踪しており、そのため長さ60万光年の彗星の尾のような構造を引いている。彗星銀河は現在引き裂かれつつある途上にある。銀河群の中を200万マイルパーアワーを超える速度で移動しており、 銀河群からの超積力で、恒星やガスが銀河から剥ぎ取られている。銀河に損傷を与えている別の要因は銀河群のプラズマである。銀河群の熱いガスのプラズマの温度は1000万度から1億度にも達する。変形の過程に要した時間は10億年に近いと見積もられている。ハップル宇宙望遠鏡で現在見られる画像は、 その過程をおよそ2億年ほど経た姿である。水星銀河の質量は銀河系よりも若干大きいにもかかわらずガスとゴミの全てを失うはずである。そのため寿命の後半では新しい恒星を生み出すことができなくなり赤い古い恒星からなるガスの少ない銀河となる。この発見は数十億年間でガスの多い銀河が ガスの少ない銀河に進化する過程にヒントを与えた。また、銀河群の中に散在するホームレス構成の形成にかかる一つのメカニズムも明らかにした。ラム圧力により太陽風が水星からプラズマを吹き飛ばして王を形成するように銀河の過電粒子は剥ぎ取られる。このため、この銀河は水星銀河と名付けられている。地球から32億光年離れた。 このユニークな銀河は、超積力によって、青い若い恒星の尾を引いており、ラム圧力によって、厚く濃いガスが剥ぎ取られていると、マルセイユ天文物理学研究所のジャンポールク内部は、語った。銀河群の強い重力は、その後ろにあるさらに遠い銀河からの光を曲げ、形を歪める重力レンズと呼ばれる効果を引き起こす。 銀河群の中心のすぐ左に位置する巨大で明るいバナナ型の子は銀河群の核の後ろに位置する遠い銀河のものに相当する銀河がガス欠になる理由大阪市立科学館2019年4月13日閲覧ありがとうございます